よし、今回もやっていくわよ。違う違う、それ私のセリフよ。何か、よし、今回もやっていくわよ、だ。今回は私がやるわ。急にどうしたのですか？いつも見てるだけで暇なのよ。だから一回くらいいいでしょう、姉様。まあ確かにずっと私やってきたしね。たまには普段でもいいか。それじゃあ遠慮なくやらせてもらうわ。妹様初オクトですね。それで、この駅は何なの？バスへの、スナック駅ですね。チャレンジ内容はログポイントを8個集めろ。よ。まあ、ログポイントって何かわからないけど。大丈夫かしら？多分あの赤く光ってるもののことでしょう。っていうかいつもゴールにあるやつじゃないあれ。あれってログポイントっていう名前だったのね。ぐるぐる回ってるわ。なかなか大変そうなチャレンジね。普段にできるかしら？お姉様とは違うわ。ちょっと、それどういうことよ。言っておくけど、オクトって難しいんだからね。まあそれは見てればわかるわよ。ここが最初のチェックポイントみたいですね。敵もちらほら見えてるわ。今動いてるのが止まったら下に降りるわ。止まりましたよ妹様。いきなり細いわね。よっと、無事着地成功。早速一つ目のログポイントがありますね。この回転に合わせて、うわ。今一瞬焦ったでしょ普段。全然。絶対行くね。これで一つ目のログポイントゲットですね。これ一個取るたびにチェックポイントに入るのかしら。さすがにそこまで過剰に入れてこないと思うけど、一個ずつでしたらあまりにも簡単になってしまいますしね。なるほど。お二人は熱帯倒したわね。そして二つ目のログポイントもゲットよ。いや、でもチェックポイント入るみたいですね。普段、安心して落ちていいわよ。お姉様。落ちてみる。なんで私が落ちないといけないのよ。いけにえよ。何のいけにえなのよ。お姉様をいけにえに、オクタリアン召喚。オクタリアンならそこら辺にいるのでいけにえにする必要ないのでは。確かにそうね。それじゃあただのいけにえってことで。ただのいけにえってどういう意味よ。今ので3つ目のログポイントを確保できましたね。残り5個か。っていうか今回のマップもぐるぐるしててよいそうね。そこまで見てね。それ、ハマったのフラン。もっといい言葉があるはず。どっちにしろあまり良くない気がしますが。あれ、これもしかしてフラン落ちるんじゃない？いえ、なんとかインクで生き延びてますね。ふう、ここにインク塗っておいてよかったわ。ねえ、一回ボタン離してみない？どうやら落とされたいようねお姉様。顔が怖いわよフラン。なんとか落ちないで済みましたね。次のログポイントはと。ちょうど上にあるみたいね。それじゃあ全力で登れ。妹様が一気に駆け上がっていきます。塗ってと。あ、降りてるじゃない？インクを塗った時の反動が。そしてもう回転する時間になってしまったみたいですね。今のログポイントは一旦諦めて、違うログポイントを探すわよ。透明な床があったから取れると思うけど。だってまたすぐに回転するもの。あ、オクタリアンがいますよ。倒す。あ、ここにもログポイントがあるわね。邪魔な敵は排除完了。これでログポイントが4つ目ですね。さらにもう1個あるわ。一気に2つ獲得で残りは3個ね。あとのログポイントはどこかしら。どうやら敵が増えたみたいです妹様。一体どこに増えたのかしら。多分ログポイントの近くに増えたんじゃない。その可能性が高そうですね。上にログポイントを発見。登れてないわよフラン。あ、ちょっと、これ。回転が始まってしまいましたね。これでここのログポイント取れなくなったわね。インクを使っていけば取れるかもしれませんよ。いや、ここで無理はしないわ。私には一気にいけとか言うくせに、随分消極的なのねフラン。別に消極的じゃないわ。ふふ、私は今頭を使ってるのよ姉様とは違って。私だっていつも考えてやってるわよ。あ、これで6個目のログポイントも取れましたね。ね、さっきから赤い線がちらちら動いてるわ。あれはログポイントの線じゃなくて、タコスナイパーの線ね。タコスナイパーは非常に強力ですので気をつけてください。毎回お姉様がやられてアーマー剥がされてるわよね。どれくらいタコスナイパーが強いか分かっていないようねフラン。お姉様とは違うってところを見せてあげるわ。そんなの無理よ。なんか浮いてる足場に乗っていますねタコスナイパー。あれバケツで倒せるのかしら。微妙な距離ね。ほらほら撃ってきなさいよ。妹様敵を脅迫していきます。フランを狙っているタコスナイパーが2体いるわね。そんな遅いのに当たらないわ。妹様綺麗にかわしていきます。あれ、肝心のログポイントはどこ？なかなか見えないわね。あ、フランのアーマー剥がされてるじゃない。ふっ、お姉様との格の違いを見せつけたかったのに。あ、私の方が上の格ね。違うわ、私の方が上の格よ。カクカクうるさいですよお嬢様と妹様。別にカクカクは言ってないわよ。む、この上にログポイントがある気がするわ。赤い線が見えていますね。登るのよフラン。いた、頭ぶつけたわ。ちょっと、何やってるのよフラン。これ、当たり判定。なかなか間を通れませんでしたね。何回も頭ぶつけてて面白かったわ。あ、そ？さらに敵の火星が来たみたいです妹様。もうあと残り1個よ。今更火星に来ても遅いわ。最後の1個はあの上にあるみたいね。ですがもう回転してしまいます。いや、これならこれでちょうどいいわ。もうあと最後の1個取ればクリアだしね。あ、ちゃんと床がありましたか。これでクリアよ。なんとかなったみたいね。バスへのスナック駅クリアよ。クリアおめでとうございます妹様。見て、お姉様。何よ。私1回も死ななかったわ。そうね。何よその目は。もういいわ。それじゃあ次の駅に行ってみよう。まだフランタやるの？今回は私って言ったでしょ。はぁ、仕方ないわね。妹様、次はどの駅に行きますか？これね、メイクブラシで書き殴れ、ガングロ駅。チャレンジ内容は、時間内に木箱を全部壊せ。妹様の得意そうなチャレンジ内容ですね。木箱を壊すなんて楽勝よ。楽勝すぎて寝ちゃいそう。寝るんじゃないわよ。武器の種類はあまり見ていませんでしたが、北斎とパブロとスプラチャージャー。北斎を使うわ。パブロの方が振りが早そうですが、こっちの方が威力が強いわ。範囲も広いかしら。それじゃあ開始ですね。破壊する木箱は89個だって。飛んで着地した瞬間からスタートね。おら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 。これは気持ち
しなさそうですね。磁石がどんどん壊れていくわね。ものすごいスピードです。ほらまだまだよ。あ、インク補充インク補充。インク管理はしっかりしないとね。残り時間20秒を切りました。もう破壊した磁石が70に到着したわね。残りも全部壊すわ。あ、ですがこれは非常に耐久力が高い木箱ね。インク補充してから殴る、さらに殴る。しかしまだ硬い箱が残っていますね。あ、なんか中から缶詰が出てきたわよ。そんなものより今は箱を壊す。よく見えてないわね。フランス出てきたのはスーパーキャッチよ。え、あ、本当だ。しかしこれはもう遅いですね。あったか大事に時間切れよ。私が破壊に失敗するなんて。ですがまだ2機残っています。今の調子だともうクリアできそうね。え、さっきは残りあと2つでしたからね。今度こそ全部壊すわよ。でも周りになんか懐かしいカセットがあるわね。スーパーファミコンのカセットでしょうか。しかも見たことないイカのカセットよ。何関係ない話してるのよ。ごめんごめん、なんか珍しいと思ったのよ。それにこのチャレンジはもう大丈夫でしょ。確かにそれもそうね。残り時間15秒です。さあ行くわよ。ドカン。フランのスーパーキャッチね。今ので一気に10個以上壊れました。あと10秒切ったわよ。あ、もう1個スーパーキャッチ出てきたわ。もう1回ドカン。残り2つです。妹様、もう時間もないわ。壊れろ。80個全部破壊完了ね。クリアおめでとうございます妹様。一回も失敗する気はなかったんだけど。まあすぐにクリアできたしいいんじゃない。ロボットゴムのような練りメモリーをゲットしましたね。いややっぱり何かを壊すっていいわね。そうかしら。次も何か壊すチャレンジがいいわね。そんな都合よく壊すチャレンジ出てこないわよ。どこの駅にします？今クリアしたところの次の駅に行こうかしらね。運賃は経費で落とせ。タクシーチケット駅ね。業務用インククリーナーを乗りこなしゴールせよと書いてありますが。業務用インククリーナーって何？なんか聞いたことあるような名前ね。頭の中に出てきそうで出てきません。業務用ってことはきっと大きいわ。まあそれに乗りこなしてって書いてあるしね。大きな乗り物、車みたいな感じですかね。その可能性あるわね。武器がラピッドブラスターかクイックボムか。当然ラピッドブラスターよ。クイックボムだけは大変そうですね。チャレンジ用は300ポイント、残機廃止よ。あ、なんか前で動いてるわ。あ、あれが業務用インククリーナーでしたか。やっぱり見たことあったわ。確かこいつインクに寄ってくるのよね。そうそう、すぐに私たちのインクを消してくるのよね。そして前に進む時もインクを利用して進むようですね。この金網を突き破るのよ、業務用インククリーナー。無理に決まってるじゃない。どうやらこの区域を少し開くみたいですね。前にジャンプできる場所があるわね。で、なんで後ろ向いてるのよ。インクが後ろにあったからでしょ。ジャンプよ。おっとっと、ギリギリインククリーナーに乗れましたね。そのまま大ジャンプできるところに乗ったわね。この形、早い。かなり攻撃されています妹様。下に降りちゃったけど、登れるの？どうやら登れるみたいよ。まずはこの浮いてるオクタリアンを倒したいところね。ここよ。ナイスキル。一旦インククリーナーに乗ってと。うわ、盾を装備している敵ですね。あれは正面から行くとかなり硬いわよ。正面から撃って、どれくらいで壊れるのか試してみるわ。まだ耐えていますよあの盾。とてつもなく頑丈なことが証明されたわね。10発くらい撃たないと壊れないわ。正面から全部倒しているとかなり時間がかかってしまいますね。フランス、わかってるわよね。わかってるわ。スプラッシュゴムで倒す。もうそこを開けてもいいのでは。それもそうね。ってことでオープン。まずはあそこの敵から倒した方がいいわね。なんか今回は早く倒せそうだわ。チームだけガードしきれてませんでしたからね。あの敵ももう倒せそうね。一旦インク補充インク補充。終わったら一気に倒す。ナイスキングです妹様。扉を開ける場所はここね。当たってないわよフランス。く、邪魔よインククリーナー。インククリーナーの端にインクが当たってましたね。そして上にジャンプポイントが出たみたい。私はお姉様と違っていくらもしっかり取るわ。ふん、いくらなんていらないわ。正面に電電スイッチがあります。お、大ジャンプマット。これで次に行けるわけね。いい感じです妹様。次はどんなのがいるのかしら。着地。あ、チェックポイント入ったわね。タコスナイパーです。ち、いきなりのタコスナイパーか。ずっと狙ってきてるわね。どうにかならないのかしら。あ、もしかしたらこの電電スイッチで。左にいたタコスナイパーがどんどん下がっていくわ。なるほど、これであいつを封印できるというわけね。早くこっちに来なさいよ。完全に無視されてますね。お前がこっちに来ないと始まらないじゃない。フランス、インククリーナーに嫌われクリアできず。うるさいわよ姉様。あ、ようやくこっちに来ましたと思ったらまたあっちに行ったわ。ふざけるな。ゴムには反応するみたいですね。それならここにスプラッシュゴムを置いてと。インククリーナー寄ってくるかしら。思った通り寄ってきたわ。妹様ようやくインククリーナーに乗れました。そしてここから超グダグダだったからカット。ちょっと何を大幅に飛ばしてるのよ。だってグダグダだったし、しかもフラン途中でやられたし、インククリーナーに引かれた挙句その反動で下に落とされましたね。昨夜、何詳細な説明してるのよ。申し訳ございません妹様。事実なんだから仕方ないでしょフラン。ですがもうここは突破できそうですね。あとはジャンプポイントに乗るだけよ。まずはこのインククリーナーの上に乗ってと。これであの上に行くのね。気をつけないといけないことはまだあるわ。何ですかそれ。電電スイッチを押して床を下に下げておかないとね。あ、愚かなかったら硬い壁に、ベチってなってたわね。何よその効果音。うわ、無理無理棒がありますね。今度はあれを避けていかないといけないのね。インククリーナーをどれだけ扱い切れるかがポイントね。タコ状態。タコ状態ならちゃんと通れるみたいですね。これ案外簡単かもしれないわ。でも次はなかなか危険そうよ。無理無理棒が2本回転していますね。む、いきなり。妹様素早い反応で回避しました。どうやら動きは無理無理棒よりインククリーナーの方が早いみたいね。またナイス回避です妹様。早くインクを前に打ちたいわね。さあ進むのよインククリーナー。無事先に進めそうですね。もうそろそろ最終チェックポイントかしら。いや、まだね。あの木箱には何か。
アーマーか、まあいらないわね。土は取っておいた方がいいんじゃない？問題ないわ。今度はインククリーナーの上にジャンプマットが乗っているわ。うまくジャンプしていかないとダメね。まずは乗ってと、そして前にインクを打つ。あ、妹様も一緒に前に進まないと。落ちちゃったわ。どこかに戻るポイントがあるはずよ。引かれる。妹様ギリギリインククリーナーを回避しました。戻りポイントはそこのようね。ライドレールがさっきの地点に伸びていくわ。これって奥に行って結局どうするの？ライドレールが伸びているので、そこに乗るのではないでしょうか。あそこにジャンプするってことね。今度は落ちるんじゃないわよ、フラン。わかってるわ。さあ、早く前に進みなさい、インククリーナー。妹様のインクに沿って進んでいきます。どこかしら、ここでジャンプ。ワンテンポ遅れてるわ。っていうか、インククリーナーどこに行ってるのよ。フランのインクの場所に決まってるじゃない。多分残っていたのでしょうね。今度こそ大ジャンプ成功させるわよ。ジャンプ。お、どうやら成功したみたいね。次は一体どんな場所でしょうか。ようやく最終チェックポイントまで来たわ。あ、斧を投げてくる厄介な敵がいるわ。あいつは早めに処理しておかないとまずいわね。もう一発倒せました。今度はインククリーナーの上にダッシュ板がついてるわ。これはタイミングよくいかないとダメそうね。よし、あのイカリングに向かって飛ぶ。綺麗に飛べましたね。でもまだダッシュ板は続くわ。木箱を壊してと。奥にももう一つダッシュ板があります。なんと痛みね、ジャンジャン。結構気持ちよかったわ。そしてこれで終わりよ。クリアおめでとうございます、妹様。オクト初めてやったけど楽しかったわ。次回は私よ。え？それじゃあ今回はこれで終わり。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。